アフラトキシン B1 の構造式アフラトキシン G1 の構造式アフラトキシン B1 の急防モデルアフラトキシンとは、カビ毒の一種で B1、B2、G1、G2 をはじめとする十数種の関連物質の総称。熱帯から亜熱帯地域にかけて生息するアスペルギルスフラブスやアスペルギルスパラシチクスなどのカビにより生成され、紫外線の照射により強い傾向を発する。 傾向は B1、B2 で姿勢色、G1、G2 で黄緑色、M1、M2 で紫色を発する。1960年にイギリスでナナメントリが大量死した際の分析中に発見された。その際はターキー X と呼ばれていた。人に対する急性中毒の例として、1974年にインドで加減のために106名が死亡した事件や、 ケニアでの急性中毒事件などがある。名前は、最初に発見された、酸性菌のアスペルギルスフラブスと、クトキシンの合成後、ビスフランカンとクマリン化合物が結合した構造。多くの科学者により行われたが、1963年チャンダにより、G1 の1964年ワンゾーストラにより、B1 の構造が確定し、 1967年には、ブエチラによって、前合成が達成された。アフラトキシン B1 の化学式は、C17H12O6 アスペルギルスフーマガートス、電子顕微鏡写真下記が、賛成金として知られている。アスペルギルス属では1960年代に、麹金の A オーザーや A 素材で、アフラトキシン生成が疑われたが、 アフラトキシンを生成する機能は失われていることが判明している。主に肝細胞ンを引き起こす原因物質として知られている。少なくとも13種類に分かれるが、毒性は B1 が最も強く食品に含有され、問題となるのは B1、B2、G1、G2、M1、M2 の6種類である。国際岩研究機関では、 クラス1に分類され、急性毒性の動物実験では、アヒルビナで半数致死量は B1 から18.2マイクログラム、B2 から84.8マイクログラム、G1 から39.2マイクログラム、G2 から172.5マイクログラムと算出されている。発言機構として、肝臓の代謝酵素シトクロム P450 によって活性化され、 それが DNA と結合して、不可体を形成する。付加体は DNA の変異や複製阻害を引き起こし、眼科のイニシエーターとなることが報告されている。動物実験では15マイクログラム、キログラムのアフラトキシン B1 を含む資料で、飼育されたラットが全て肝臓癌の発生を示すなど、非常に発眼性が強いことが分かっている。調理では分解せず食品中に残る。 蛍光摂取量の20%は尿中に排出される。大量に摂取した場合の急性症状は横断、急性腹水症など、慢性症状は肝臓癌、免疫毒性。ラットによる動物実験でクレープフルーツ果汁の摂取によりアフラトキシン B1 による肝臓の損傷が抑制されたとの報告がある。B 型肝炎感染者がアフラトキシンを摂取すると、 肝臓がんリスクが上昇する。純粋なアフラートキシンは、調理の加熱では分解されず、酸素存在下での紫外線照射、強酸条件下や強アルカリ条件下の条件下では分解される。特定条件下のメタン生成菌が分解することが明らかとなっているが、実用化はされていない。国家によっての評価や規制値はまちまちであるが、各国で厳しい基準が設けられている。 しかし現実的な基準値は発ガンリスクをゼロにすることではなく、リスクを抑え基準以上のガンで廃棄される穀物を抑制し、飢餓を発生させないための値を各国の都合により定めている。検疫所の検査や地方公共団体の衛生研究所によるモニタリング調査により監視が行われているが、食卓に上る料理の食材の多くを輸入に頼る日本では、 アフラトキシンをはじめとするカビ毒は摂取を避けて通ることができない毒である。なお、2010年までにアフラトキシンが検出されたものはすべて輸入食品であったが、2011年に宮崎大学農学部が生産した食用米から B1 型アフラトキシンが検出された。穀物、豆類だけでなく、生薬の原料となる乾燥された薬草からの 検出も報告されている。厚生労働省より、輸入貨物に係る、港湾に役作業においてのアフラトキシン、暴露防止対策として、防塵マスクの規格に適合した防塵マスクの常時、着用、保護用予備保護メガネの適切な着用、保護衣の脱衣時の粉塵吸入防止、暴露のリスクについての労働者への周知などが、指導されている。ピスタチオ、ピーナッツ等のナッツ類や星、 一軸、トウモロコシ、ナツメグなどの香辛料からは、基準値以下のアフラトキシンが、しばしば検出される。食品用もしくは食品加工を目的として、輸入された穀類で、一定レベル以上のアフラトキシンが検出されたものは、食品用途用及び、家畜飼料として使用することはできず、工業用、乗り他用途への転換や、廃棄処分が行われる。ただし、日本では、 米を原料として海苔を製造する企業は存在せず、コーンスターチなどに限られる。ありがとうございます。